ドリーンから、ザ・サリーガーデンとシーベック・シーマーという、2曲を続けてメドレーで演奏させていただきました。僕たちが演奏している、アイルランド音楽というのはこう、このようにですねメドレーの形で好きな、組み合わせを見つけて、いろんな演奏者の方が、こういった、スタイルで演奏をしております。楽譜がなかった時代とかにもですねこう親から子供、子から孫へとこう口伝でまさに楽器だけを通じてですねこう伝えていったと言われております。はい、皆さん今日は TED ということでシェアすべき価値のある情報をみんなでシェアする場ということです。今日、僕たちはそこまでその知識を分け与えるとかそういうふうなことができるわけではありませんけれども、自分たちが日々ですね、一日一日を本当に一生懸命音楽だったり普通の生活を僕は、皆さんと同じように普通の生活を送りながら音楽をしているものですけれども、その時間を本当に楽しくなるように本当に毎日日々を過ごしてます。その皆さんにもそういう日々があってその日々がこう交わった今日が本当に何かのきっかけなんじゃないかなとそういうふうに思います。じゃあ次の曲の説明をお願いします。そうですねこういった僕たちが演奏しているような音楽はまさに日々の中からですねそういった、日常の喜びだったり悲しみだったりっていうのを綴った旋律で構成されています。ちなみに次の曲は「ウェディング・リール」というですねタイトルの曲なんですけれども、文字通り、結婚式とかでですね今でも、現地、ご当地アイルランドでもですねよく演奏されていると聞いております。では行きましょうか。演奏からスイッチを押してください自分で。